嘘、ちょうどん、ちょうどん、え、でも面白いな、それいや、でもそれ面白いっすよ、うん、あの人知れずに死んでて、えみたいなことありますからね、クルーメイトに勝手に交差始まりますもんね、うん、うん、確かにダブキルだとかスタートしていいですか？OK です、いきます、お願いします、お願いします、お願いします。今回は通常のアマンガースではなく特殊役職入りのアマンガース2つの追加役職を入れてプレイしていきます。1つはジャッカル、インポスターでも市民でもない第3の陣営で誰でもキルすることができ最後の1人になれば勝利です。うまく潜伏しながらキルを入れてインポスターも市民も欺く役職です。そしてもう1つはシェリフ、こちらは市民の1人に割り振られる役職で、なんと市民なのにキルボタンが存在します。ただし市民を間違えて切ってしまうと自分が自爆してしまうので、ジャッカルやインポスターを狙い撃ちしてキルしていきましょう。ということでこちらの2つを入れてプレイしてみました。すごく面白いのでぜひ見ていってください。やばい、めっちゃ楽しい、来い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 、おお来た、おお8、ああ、え、タックさんのペアになっちゃった、どうせよ、いいね、やばい緊張する、ドキドキ、いいね、熱い熱い熱い、よし、怒りのすけぼでーす、ナイボでーす、ナイボなのだ、ナイボなのだ、貴重な、オッケー、キングの上がり方が怖いときに嫌な予感しますね、ね、今150ぐらいで安定してますけど結構上がりますね、あ、今300になった、怖い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 、トレーダーの株みたい、ミュートします、さあいいよ、頑張るよ、メインホール、メイン脇、あーっと被っちゃった、どうしますか、熱い熱い熱い、どうしますか、激アツですね、このコンビで勝てたら嬉しいけど、どうだろう、しかも今日でも村普通にクソ強いからね、シンプルに、さてとここでどうするかだな、いやーっと左側から開けてくる人いないんだ、おはいはい、ゲンさんですね、はい、はい、今通信室とエンジンの間くらいの、まあ、そうです、エンジンの一番左ですかね、はい、今平さんはどういった感じの動きですか、僕普通にコミュニティ直して、はい、で、戻った時になんか伝え、はいはい、あの報告ボタン光ったんで、はい、エンジンルーム側に寄ったら、まあ、死体があって義賊さんが反対側にいて、あ、お前がやったんだろうって目してました。いや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 、あれ、メス目線平さん 100% 無理です。ああ、じゃあ了解です。そうですね。はい、チロ義賊さんと一緒に同時に行ったんですよ。はい、あの宿舎前でダウンロードしてて、で、はいはい、宿舎前の通路でエンジンから宿舎に抜けていく星月ベールとリンゴさんを見ながら、で下に下がって、で義賊さんと合流してコミュニケーション行ったら発見。って感じ、はいはい、あれ、どこ、コミュニケーション側ですか、めっちゃ近く、いやもうあのドアの間です、あ、そうなのか、すみません、そうです、あれ、メッセさんはどのルートですか、あのコミュニケーション直した後、キッチン脇の、武器、あ、コミュニケーション直した後は、いや、もう直した後でいいんで、はい、コックピットです、はい、コックピット、あ、はい、はい、じゃあ義賊さん、メッセさんとはすれ違ってないってことだから、僕はもちろんあってますね、はい、すいません、ちょっと僕も殺してないんすよ。で、メスさんもコックピット行ったっていうのがすれ違ってないんだったら、はい、じゃあまあ本当にメスさんも無理かな。そうですね。もしくはメスさんが殺した後にコックピット行ってるって可能性も、僕はちょっと。まあまあ、メスさんですね、ヒラさんが弾ける理由って何でしたっけ、メスさん、メスさん。俺が、キッチン脇で武器庫、通信って上がった時に、ヒラさんが武器庫側から来たんだよね。うんうん、で、そうそうそう、平さんが一人でコミュニケーション直しに行ってくれたから、はい、俺は、平さんを置いてコックピットのタスクをやりに行ったって感じ、うんうん、だからまあ時系列的にね、その位置だったら平さんは無理かなって、なるほど、じゃあまあメッセさんも無理なんかな、うん、まあ、そうリンゴさん、うん、あ、そうですね、リンゴさんとベイルさんはどっちから来ましたか、その話をしようと思って、リンゴさんと一緒にエンジンに入ったんですけど、ベイル目線リンゴさんはなくて、ベイル一回ミニホールから2人で入ったんですけど、ベイル一回そのコミュニケーション直そうと思ってそっち方向走ったんですけど、その時は死体なかったです、
で、その後上行ってます。もう一回押したいっすね、これ、はい、見当たるね、はい、はい、これ、ベールちゃんジャッカルかもな。これ、二人隠蔽してる説あるね、これ。これ、二人で一緒にキル取った説、いや、にしておかしいか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕直しの民、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ベールちゃん目線じゃリンゴさんはないんだ。はい、さっきのを詳しく言うと、メインホールでリンゴさんと一緒になって走ってエンジンに入りました。で、エンジンに入ったらリンゴさんはそのままボタンを押しに上の方に向かってて、ベールはコミュニケーション直そうと思ったんでエンジンの左側行ったんですけど、その時扉のところでレポートボタンとかありませんでした。で、まあでもどうせ直してるだろうからベールもボタンの方行こうと思って上に行ったら、チェロネがそのダウンロードしていてって感じです。そのタイミングで死体がなかったならチェロちゃんも無理です。ベールさんとリンゴさんが無理ならメスさんかヒラさん、いや、ベールさんは無理じゃないんだよね。みんな目線ベールはあると思います、うん、めちゃくちゃちょっと怪しく感じちゃう。ベールさんがその時通りかかった時に殺してるか、メスさんがコックピットに寄るついでにやっぱ殺してるかの、このどっちかだと思うんですよね。あの扉の上ですよね、本当にあの白くなるようなところですよね、多分遠くからでも。そうそうそう、まあでもまあ扉の前で殺してもなんか多分挟まったり、ね、どっちかっていうとなんかエンジン最終コックピットにいたんですよね、うん、コックピットにいた。アドミ見てないですか？アドミ見てない、タスク終わってすぐ右に行こうとした。なるほど、了解です。聞いていいですか、ベールって最後普通に上に上がってってボタン押しに行ってたって、はいはい、いや押してないです。一回戻って今エンジンの上らへんにいます。エンジンの上ってか宿舎、どういうこと？ベロネーがダウンロードしてたら辺に戻ってます。エンジンから、ボタン押しに行こうって上上がって、上がってる。ボタン押しに上に上がってってやっぱりやめたってエンジンに戻ってったってこと？あ、通信側だよね、うん、やっぱりやめたっていうのは。通信側に行って、まあ、行くかって。で、そこでチェロちゃんに会ったんだよね。そうで、ベールの動きが不可解なのは、メインからエンジン上にリンゴさんを見て、うん、で、コミュニケーション行って、うん、戻って、宿舎前行って、で、またエンジンに行くことが不可解。まあ、で、行動は確かにおかしいんですけど、マジでこれさ、その時は死体がなかったから、ベール目線だとメスさんになるのか。なるほど。怪しいな。ローラーかな。もう一回押します。怪しい。はい、これ髪切るじゃない？普通に激アツ案件じゃないこれ。髪切るやん。普通にもうジャッカルごと持ってってもらっていいわ。1キロ落ちるならラッキーでしょこれ。お前髪切るすぎるわ。あとめちゃめちゃ薄い可能性を言うと、メス、キッチン脇で展望のタスクを一つやって武器庫通信って感じなんですけど、はい、平さんが、まあ、メイン脇あたりで切ってベントでキッチンに飛んで、武器庫で合流っていうのは可能性としてはめっちゃ薄いですけど、あるっちゃあります。あ、でもそれだったらベールちゃんが見つけてるんじゃないですかね。うん、そう時系列的に、まあ、うん、でお互い、あの、ヒラと、ベールが2人で二郎で、でベールちゃんが見逃してっていうパターンならありえるかもしれないですけど、僕もベールちゃん怪しいって灰色に塗ってるんですよ。なるほど、はい、じゃないか。その他マックスさんってどこでしたっけ？僕は金庫ですね。金庫で最終、T 字のところというか宿舎前通路のところでベールを見てるって感じです。でちなみにベールはそう、ベールを見ていて、ベールはミーティングの方から宿舎の方前のところ通路入ってってエンジンの方に向かおうとしてる、だから下ってってるところでレポートが鳴ってるんで、そうなんですね。そうだから、うん、ベールの動きが意味わからんなと思って、めちゃくちゃ怪しいっすね。あ、怪しい。じゃあローラしますか。うん、でいい気がする。うん、ローラ対象。俺も釣られる？一応。ガチ。まあ、いやベールじゃないから釣るんだったら絶対釣ってほしい。ガチ。ヒラさんが弾ける理由って何ですか？いやでも。義賊さんはあれですね、死体見つけた時はもう死体、はい、あの視界内にありましたよね。
あ、もちろん、はい。で、僕もまあ、義足さんと同じ感じの感覚で近づいたんで、死体に。いや直前ではないってことですか。うん、直前ではないんで、もう、はい。僕が殺って、で、義足さんに鉢合わせってパターンじゃないんで、はい、ちょっと僕は全然外れるかなって思うんですけど。ヒカクさんってどこいたんでしたっけ。僕、電気室でベールちゃんと初動一緒で、電気室セキュリティで終わりました。なんで、はい、残してってる以上、ベールちゃん目線無理だと思います、僕は。あと一応全館さんは僕アーカイブに残してきてるちょっと一人釣りたいのどっちがいいっすか。ベルちゃんに入れました。はい、了解です。ベルちゃんメスさん対抗って感じ。でもそこしかないんですよね。だったらベルじゃないからそこってなります。ちょっと、あ、わかりました、OK です。普通にありがたいんだけど今の。どうやって切る、誰がどうしたのこれ。リンゴさんじゃないよね。リンゴさんが切ったの。いや、だってって考えられないんだよね。ジャッカルがいる。これジャッカルが切ったとしか思えないんだけどな。これ展望3シャワー1、内部です。内部でーす。危ない危ない危ない。全ちゃんさんの場所って出てましたっけ。あ、そうです。自分義足さんがアーカイブにいるのをさっき、はい、じゃあ他の人たちはもう、なので僕目線はレポは誰かあれだっけ、無理だって言ってくれてたんだっけ。ないです、ないです。チェロも見てます。あ、そうか多分平さんも見えてると思います。貴族さんなるほどなるほど、うん、そうです。思うのがセキュリティに至っておっしゃってたヒカックさんが武器庫抜けてやってるって可能性はまあワンチャンあるかな。はあ、はあ、まあ、かなり厳しいと思います。誰にも見られずに、あ、まあ、そうか、うん、セキュリティは見てないんだね、カメラ。あ、僕電気のタスクやって左に向かおうとした途中でなったって感じです。なるほど。ベールちゃんがメインに上がってくのを見たって感じですね、まあ、電気から。ほなメスさんかな。いやー釣られたくないな、ガチ市民だから。ガチ、うん、シェリフの方いらっしゃいます。ちょっとここで名乗るリスキーかもしれないですけど、ちょっと打って、ヒカックさん怪しいと思うならヒカックさん打って、メスさん怪しいならメスさん打ってもらえばいいんですか。あーやったー。メスさんすごい人狼っぽい。え、どなたですかこれ、ちなみにセリフは。もう死んでる可能性もありますけど。ゲームさん。あ、そうですね、試しに打ってみてみたいな。はい、試しに打ってみて。ヒカックさんとメスさんなの。あ、でも僕はかなり厳しいと思います。うん、はい、まあ、どっちも厳しいとは言ってますけどね。そうですね。おお、あ、ここでは。はい。やされた。なるほど。僕はメスさんに投票しました。僕も入れました。メスも入れたんだ。守られるのか。僕はスキップです。あれ誰だ、マジか。今のメスさんローラーしないんだ。マジか。シェリフもう残ってないな、多分これ。だから、結構、強気にいけると思う。でね、多分ね、あの感じ、メスさんは、ジャッカルじゃないと思ってて、ベールちゃんがジャッカルで切ったんじゃないかな、おそらく。いやー、今の切ってもよかったな。ヒラさん、まだここは切りたくない。ででん、しょ、いいんじゃない。これ結構いいんじゃないかな。あれメスさんは白ってなっちゃうけど、まあ、悪くはない。ここで全ちゃんさんがいる。お、2キロ入ってる、やば、激アツ。いやーマジか。ねー、あー発見か。おお、はい、これ自爆自爆じゃないですか。あれ今メスさんでしたっけ、発見したの。青でした、レポートは。メスさんの死体がアドミンと通信室前の、廊下にありました。アドミン映らない。あれ平さんってメスさんと一緒に出てきましたっけ。違う、いや僕義足さんとメスさんが2人で一緒にいるところを見て、僕コックピット出て行ったんで、僕は殺してないです。はい、その後武器庫行ってセキュリティまで行ったっていう流れで、はいはい、その後その間は誰ともすれ違わなかったです。どこだっけな、今ラウンジ1どうなったですかね。最終、あ、僕ですね。貨物1はあれどっちだろう。貨物が僕かもしれないです。確か貨物とラウンジ11になってたはずなので。あ、マジですか。僕でもそこ行き来してて、はい、誰とも会ってはいないですね。あれマジですか。停電
停電なる前くらいだと思うんですけど、停電なる前はどっちだったかな、多分僕トイレのタスクをやった後停電直しに行って直して、貨物のタスクやってっていう流れだった気がするけど、まあその辺にいます僕は。停電なる前でも 僕ラウンジ1貨物1ってなってたら確実に見てるんですけど、うん、じゃあもう一人誰ですか、違います、違います、僕全ちゃんさんと電気室ではすれ違ってますけど、あ、ちなみにバイタル情報があるんですけど2人とも18秒以上前に死んでます、うん、なるほど、うん、停電中ぐらいでしたね確か、うーん、え、うーん、貴族さん目線平津さんが怪しいって感じですか、いや言われてみれば確かに平津さんが一番最初に出てたのを覚えてる、そうです、2人一緒にいると、はい、じゃあちょっと僕貴族さんがえ、じゃあセルフなのかなと思っちゃうな。今最後展望かキッチンあたりにいた方ってどなたですかね。僕じゃないです。僕電気。多分それ あの本当に最新じゃなかったら僕が通ってたんで、あのセキュリティまで行くのに、はい。あれ。いやでも展望デッキに入ってた人もいたんですよ。展望デッキ。本当すか。はい。平さんじゃないですそれ。僕じゃないな。うん。ん、誰、死体ボタンをします、いやあるよ、これ勝てるよ、ワンちゃん、ワンちゃん勝てる、ワンちゃん勝てるボタン、よいしょ、ワンちゃん勝てるか、これワンちゃんどうしよう、これキルでいけるけど、ね、どっち行くからな、どうかな、やった、何番の方がいいか、ワンちゃんあるか、いけるか、いける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 、絶対いける、これはナイスナイスナイス、勝てる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 、待てよ、落ち着け、時間を気をつけろ、時間気をつけろ、ミスんだよやっちゃいます、よいしょ、やばい、待って、大丈夫、オッケー、弁当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 、ナイス弁当、よっしゃー、いやー来たー、ナイス、はい、ナイスナイスナイス、ありがとうございます、ありがとうございます、やめなさい、これはあーやられた、いやー嬉しい、いやーこれは全然わからんかった、全くわからない、すごい、何が起きてたんでしょう、私普通に最後金庫に行ったのでなんか何も嘘まだついてないえ、なんか初手キルがもう僕ら初手キルがジャッカルだったんだよね、ジャッカルが、あ、なんか違う、初手キルリンゴがやってる、え、やってるの、バックさんどっち行くかな、あ、いない、ないってことは、あ、ゲンさん変な動きしちゃった、私ゲンさん、はい、ナイス、あ、終わった、終わったー、あれ、あ、ビール、で、よく見たら、リンゴさんなんだ、よく見たら動き的にビールがリンゴさんって言えばあの、あれだったんですけど、うん、ビールがリンゴさん白出しして、なるほど、に白出ししたんで、そう、そういうことか、だからビールちゃんがジャッカルでなんかかばってくれたのかなってちょっとだけ思った、うん、え、ジャッカル目線インポスターってわかんないですよね、あ、わかるんでしたっけ、わかんないです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 、あ、そうですよね、わかんないからカバーも何もないのか、なるほど、僕もそこ2人で隠してんのかなって一瞬思って、なるほど、初手で難しい、やばこの後にキルもナイスだったし、最後ダブルキルもナイスに、危なかった、ナイスだどうするどうする、どうする、キルクル上がってるのにどうしたらいいか分かんなかった、いやナイスでした、